ましては、えー、ダイソン級に似たタビーの星<ん>これはんんんダイソン級でいいんですか先生あ,あダイソンかああはいはいあ,あはいはい分かったわかっただね<す>はいある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 はい、えー、タビーの星があるというこれは KIC キック八四六二 ははい、はいいそういう番号の天体天体の名、はい、番号ですはいなるほど、うんえー、そちらには最高度に発達した知的生命体がいる可能性があるということですが最高度に発達するとどういう人類になるのでしょうか太陽にいるというエノクの民や地球内部のアルザル人をもしのぐ人類といえるのでしょうか <laughs> あのー、これだけはっきりと言っておきます、はい、機械を使ってるうちは神ではない、<ー> <laughs> そういうことなんですよ、神は機械いらないですから、うんうん、それだけでも絶対、全知全能なのであの、そんな高速突破する飛行、飛翔体も必要ないし、もう思った瞬間で宇宙の果てまでもう自由に扱えますからね。 それが神っていう存在ですだからあの例えば太陽系全体を金属で覆うとかねあるいは地球全体を金属で覆うとか、うん、まあ、まあ、いわゆるデスターのようなね,ねそういうものを作ってるうちは大した大したもんじゃないってことなんですよ <laughs> でもっと言うとね不可能なんだよ一応観測するとそういうふうに見えるんだけど、はい、例えばの話だよ例えばの話なんだけど 土星の輪はこうういでしょでもあれが例えば金属だったらどうまあありえますよ例えばその天体がこう衛星がいくつかあってねその巨大な天体に近づきすぎて超積力で破壊されてで特にコアコマとも言うんだけど核がバラバラになって粉々になってそれがいくつもいくつの土星の周りまああえて土星というけど金属の輪を持ってたとしたらね 遠くから観測したらその金属反応でもまるでこの天体のように見える可能性だってあるわけで、うん、うん。でねいろいろ説があったんだよ、はい、実は太陽に向かってあのは光をねより得やすいためにはどうするかって言ったら土星の輪のように太陽パネルをずらーっと並べばいいわけですよ。地球で言えば赤道上空に太陽パネルを並べばいいわけです そうすると自転とともに一緒に回っていきますからね。うんまあね